はい、皆さん、こんにちは。オクタビアチャンネルです。えー、イーフト2024開幕ということですね、今回はジュビロ、岩田の選手の能力をちょっと見ていきたいなと思います。えー、まずね、八田選手から見ていきましょう。まず、あ、この辺はね、特に変わりはありません。ッタはないんですけど、まあ、あとはね、カカ川もそんな変わってないかなっていうところで、えー、三浦も特に、キーパーはね、多分そんなに変わってないんですけど、ただ今回、全体的に、 えー、2022より、えー、J リーガーね、基本上がってますね、基本値が。そうですね、この辺は特に。まあ、カイトも、カイトはそんな変わってないですね、多分。まあ、多少なり上がったのかなぐらいですね。はい、スキルインターセプト。で森岡も、そんな変わってないですね。顔は固有です。これね、スキルもね、ハードプレス。 ああまあ、ハードプレスになってるのかそうですねプレースタイルはハードプレスですねで伊藤真希と伊藤真希とは、えー、2022の時にね唯一ね、まあ、遠藤と伊藤真希と2人だけがね、えー、あの時はトレンドカードで出ているのでまあ能力の高い伊藤真希ともいます スキルがね、減った、マンマーク、エアバトルと結構揃ってて。あ、多分右サイドバック、今までの伊藤真紀とできなかったんじゃないかな。ちょっと適正値、ポジションが増えてますね。そこはあんま見てなかったな。森岡はセンターバックで、カイあカイトも右サイドバック。多分今までなかったような気がするんですけどね。グラッサー。グラッサーはね、昨シーズン、あ昨シーズンというか、ま、2023? リフト2023の最中でね、アップデートで顔が固有になりました。 意外にもそんなにスキルありませんね。ただ能力値はディフェンス値が基準値で、初期数値で73になってたりとか、結構上がりましたね、やっぱ。ただコンディションの波が大きいになってます。高野ね、高野もちょっと上がってますね。スピード、フライパス、スタミナが初期値でもう色がついているということはね、結構上がってますね。実際の試合ではなかなかね、見る機会がありませんけども。 はい松原が松原も上がってますね闘争心確かにスピードスタミナがね初期値で上がってますはい吉永ね吉永これ吉永はあれですねポジショニングが多分結構やっぱね右サイドバックからハーフトップまでちゃんと適正値が増えた上にスピード瞬発力が7374ってことは スタミナ70って意外と実は能力的に見るとめちゃくちゃ高いですね、これ。多分獲得して成長させたら結構伸びるんじゃないかなと思います。あレベル上限58になってますね、あそこよく見ると。えー、小川も、まあ、やっぱ全体的に初期数値がね、ちょっと上がってますよね。真ん中。顔はね、これ固有ではないです、多分 なんか確か他のクラブとかにも同じ顔がいっぱいいますね。で、カヌマがボールダッシュとアグレッシブついてますね。ちゃんとそれ。ヘッダー、インターセプト、闘争心、ちゃんと評価されてます。ただ、顔が似てません。固有ではないです。ちょっとなんかちょっとチョンテスみたいな顔になってますね。藤原が、藤原で、ね、そんなに能力値としては、やっぱまだまだ、グラウンダーパス、フライパス。 まあそれでもね、やっぱ前回に比べたら全然高くなってますけど、全体的に。ただ問題なのはこの顔ですね。いや、もう誰だって感じですね、これ。これ多分、これね、どっかで見た、見た顔なんですよ。他のクラブにいましたよね。誰か思い出せないですけど、これ絶対顔を間違えてつけてますね、これ。藤原ではない誰かです。どこのクラブだけかな、ないますよね、この選手。ちょっと名前が思い出せないんで。 で、針、え、谷、ー、もね、針、ま、谷、あ、も誰だこれ状態になってて、能力値としては、ボールコントロール、グラウンダーパスということで、まあ、そこの部分は評価されてますね、スタミナがあると。で、足裏コントロール、スルーパス、クイックスター。まあまあまあ、ちゃんと、まあ、能力値としては、まあ、順当か、順当というか、まあ、そんな感じですよね。で、遠藤も、まあ、ボールコントロール、そうですね、まあ。 まあ,まあ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 、特にエンドは変わらずというところですね。で、コウスケが、あ、コウスケね、結構上がりましたよ。コントロール 70, グラウンダー 70, フライパス、スタミナ、これ多分成長、レベル45上限ですね。これね、多分結構成長したらいい、使えるんじゃないですか、J リーグで。で、ドゥードゥ,ドゥードゥ、ドゥードゥも全然顔が違います。 グランダーパスだけですね。もうちょっとね、全体的に高くてもいいんですけど、でもこれ、スピードと瞬発力もう少し乗せたら70台突破しますから、まあ、フィジコンもちょっとあっていいと思いますね。ボディコンももうちょっとあっていいのかな。マリーシャになってますね、スキルは。はい。評価も D。えー、リキア、上原リキも、上原リキは、まあ、ボールコントロール7 1グラウンダー、プレースキック、まあ、こんなものなのかな。 個人的には、ああ、でもどうなんでしょうね。まあまあ、でもスキルやっぱワンタッチパス、スルーパスついてるのは大きいですよ。はい。えー古、フルカ。フルカも上がる。フルカ結構爆上げじゃないですか。ドリブル73、ボールキープ73。まあまあ、スピード68で多分上乗せしたら70超えて、瞬発力が70。まあまあ、こんなもんじゃないですかね。シザーズ。 ダブルタッチ。まあ、スキル系もね、やっぱ、結構ついてるんで、この辺結構ね、コンディションの波は大きくなってますね。まあ、成長させたら楽しみですね。で、小太郎が、コタローを買おう、まあ、固有じゃないですけど、似せようとするっていう開発者の意図はわかります。でも、多分偽せよとは頑張ったと思いますね。固有ではないんですけど、モンタージュ側で偽せようとしてますね。でボールキープだけ、瞬、えー、発力。はいはい。まあ、こんなところですかね。 スーパーサーブですね、スキルとしてはやっぱ。まさや、まさやもボールコントロールフライパス。まあ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 、ただまさやに関してはこれも見てください、あの、やっぱもう、まさや全ポジションできるんですよ。ほぼほぼできるんですよ。前世紀のウイレの服にしかってぐらいできるんで、ほぼほぼ全部のポジションできますね。多分もうちょっとあれ、後ろ目もできるんじゃないかな、まさやは。 やっぱね、結構こういう選手がいるとね、ゲーム、J リーグイベントでもね、正也にはめちゃくちゃ助けられてますね。えー、鈴木優斗もね、唯一トレンドカードが出た選手で、鈴木優斗も実はポジショニングめっちゃ増えてますね、地味に。多分前回こんななかったんじゃないかな。ただ、能力値が、まあまあ、ちょっと、まあ、落ちてはないんですけど、スーパーサブになってて、うん、まあ、スーパーサブって印象あんまないんですけどね。 で、山田博樹。山田博樹も、まあ上がりましたね。色が黒いのはも、ねまあ、相変わらずですね。はい、スキルもりもりですね。ボールコントロール、グランダーパス、フライパス。まあまあまあ、こんな感じですよね。キック力もうちょっとあっていいのかな、というところですけど、はい。怪我耐性低いですね。そうですね。はい、大森。大森ね、顔に似てますね。はいはい、大森ね。 波大きい。で、まあ、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、グラウンダーパス、初期値が結構高いんで、ドリブル系やっぱ高いですよね。スピード系をもうちょっと上乗せすれば70いくので、大盛もね、結構使えるんじゃないかなと思いますね。で、大津。はい。昔から、この顔フェイスが変わらない大津。まあ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 、大津もまあ、ドリブル、ボールコントロール、スピード、瞬発力。 まあやっぱあのフィジカル面の項目が結構高めなんで基準値。あそこもう少し数字乗せると結構成長させたら使えますね。かなり能力値としては。でも、まあ、金子。金子はもう本当にね、まあ、リアルではもうか欠かせない選手なんですけど、なぜ顔がこれなのかっていう、ね、金子をちょっと固有にしてほしいですよね。金子ね、実際まあゲームでもめっちゃ使いますしで、スキルになんかいつもよか無回転シュートついたんですよ、今回から。 まあおそらくね、最近の、あれですよね、仙台戦とか見たら、無回転ってわけではないんですけど、まあ多分なかったと思うんですよ、無回転シュート。ついたんですね。はい、スピード、瞬発力74、ドリブル71。これ瞬発力初,初期値で、J リーガー74なので、これ結構、ボールコントロールをもう少し上乗せして、 結構で本当にいい選手使えますよね。ポジショニングをめっちゃポジションの増えてますね、使えるとこ。ジャーメイン、ジャーメン。ジャーメンはもともと成長させると能力、結構スピード系、フィジカル系に関しては高かったんですけど、今回も初期値からね、えー、78、73ということで、80台乗るので、結構ね、高くなってて、ヘッダーとスーパーサブがつきました。はい。で やっぱね、今回目玉のまま強盗ですよ。まず、株が固有になりました。もうこれめちゃくちゃ嬉しい。ね、まだ18歳。で、レベル上限51、決定力71、ヘディング71とね、ここが一気に伸びましたね。前回めちゃくちゃ能力低かったんですけどで、フィジカルも71なんで、これでスキルヘッダーつきました。これめっちゃでかいです。ターゲットマンっていう時点でね、 イフトではなかなか貴重な存在ですし、191、この若さで、この能力値なんで、これは素晴らしい。で、ラッソ。うん、まあ、ファービーゴン、ラッソね。うん、ヘディングスピード、キック力。うん、ラインブレイカー。うーん、ちょっとね、ヘッダー、ドロップシュート。 なんかちょっとやりすぎ、むしろやりすぎなのかなっていうところはありますね。うん、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、PK キッカー、PK キッカーね、チップキックミスったのもありましたけど、藤枝戦で。エアバトル、闘争心。まあちょっと逆にリアルよりちょっと盛りすぎかなっていう点はありますね。はい。で、まあこんなところですね。 で前全体的に、ね、能力値が上がったよっていう話はしたんですけど、実際ね、これ、えー、っとですね、もともと J d が揃えて、ジュビロン選手使ったりしてたんですけども、イベントで。で例えばですね、ここでも、5、え、等、ー、を、えー、前回の後藤がいるわけですよ。前回というか、アップデート前の、どっちかな。後藤が2人、そうなんですね、こっちがね、例えばこうしますね。で、これが、 前回2022までの5等です。で、えー、これがですね、選手アクションで、タレント全員。この6ポイントっていうのは、チームスタイルに振られてた数字が戻ってきたので、これで、まあ、少し上乗せすることができます。スピード系もちょっと上げたいなと思っても、まあ、これ以上上がらないので、まあ、基本的にこんな感じにしか上がらないわけですね。で、まあ、確定しますと。これが、えー イーフと2023での5等の能力値になってます。まあ、育てたポイントを割り振った時の数字ですね。はい、こんな感じになってますね。で、やっぱスキルなし。まあ、追加スキルはね、自分でつけたんですけども、ヘッダーをつけました。ワンタッチシュート。はい、49試合、13ゴール決めてます。っていうところで、今回のじゃあ、追加され、 追加というかね変更されたことを見てみましょう能力値のね比較をしてみたいと思いますこちらですねはい、えー、右が2024の5等になりますでこう見ていくとまあ年齢がね17から18に上がりましたで見てくださいやっぱ能力値にだいぶあもうこれ右の2024の5等は獲得して、まあ、先ほどポイントを先に振っときましたまあ分かりやすくするためにでそうすると やっぱこの、ね、右に差分が出てますけど全体的にめちゃくちゃ上がってますね。ねオフェ戦、た、ま、い、あ、10乗ってますからね、はい。決定力、ヘディングもでかいですね。はいはい、スピード、瞬発、キック力、まあ、全体的にやっぱプラスでしかないっていう感じですね。 これはめちゃくちゃ使うのが楽しみです。まあ何より紅葉になったのがでかいですね。でまあスキルもね、自分でつけなくても、もともとヘッダーが付いているので、まあ、あとはね、自分で追加スキルで乗せるなりなんなりしてやりたいと思います。まあ以上がですね、まあジュビロの2024の能力値になります。ちなみに、ちなみにですよ、ちなみに、 え前回の、ね、トレンドカードが、ね、あるんですよね。まあ、あれ以来、ね、ジビロが、まあ、J2 ということもあって、なかなか、ね、トレンドカードに出ないので、貴重なんですけどもね、またね出てほしいですよね。これなんかそうですよね。やっぱ爆上げ状態のユートです。と、遠藤ですね。まあ、J2 の選手も、まあ、月間ベストゴールとか月,月間 MVP に選ばれればカード化されるので。 エピックとしてね、今回登場しますので、ぜひともね、期待したいと思います。以上、イ、e、ーフ t 2 0 2 4のジュビル岩田能力査定というかね、まあ、一覧でした。ご視聴ありがとうございました。